ねずっとまみちゃんです。今日は今年の春ユニバで体験しないと後悔することを紹介します。イエーイというのを私の一番でこれからですねユニバのお得な情報とか最新情報を紹介するんで、ぜひねチャンネルとか評価コメントお願いします。でおそらくこれからね夏ユニバとか秋ユニバとか冬ユニバにね行く方もね多いと思うんですけども、意外とですね今年の春ユニバで終わっちゃうことって結構あるんですよね。今回ですねそれですね、まあ、紹介していきます。で今回ね紹介する中でねもう俺的にもねもうなんかちょっと感じたけどめちゃくちゃびっくりするものがねなくなっちゃうんで、まあ、ぜひね、まあ、今年のね、まあ、残り少ないけどですね春ユニバに行く方ですねぜひね、まあ、体験とか、まあ、入店とかしてください。じゃあ早速ねやっていきます。まみちゃんのギャグは一生終わらないよ、うん、早く面白くなってほしいなそれは。でまずはですね GOGO イースターマーチです。でこの GOGO イースターマーチはですねユニバのイースターイベントの一環のねショーなんですよね。でこれなんですけどももうパークの仲間たち、まあ、ミニオンとかキティちゃんとかスヌーピーとかエルモとかがねそのイースター装飾バージョンになってその後にですねもうパークのね、まあ、一部もですね動き回るってやつです。めちゃくちゃ語彙力下手やな、まあ、マーチをするっていうねイベントなんですよね。でもこのゴーゴーイースターマーチってね他のねユニバのショーと違って毎日してるわけでもないんですよ。だから結構ねやってる日がね限られてるんですよね。それこそね、まあ、5月はですね5月の2日から5月の5日までやっててそれでね終わっちゃうんですよね。だからゴールデンウィーク前にねこの動画に一応出してるんですけどもゴールデンウィーク行く方ですねこのねゴーゴーイースターマーチで、ね、体験してください。で次なんですけども「鬼滅の刃」イベントもですねこのね春にね終わっちゃいます。で「鬼滅の刃」イベントはですね6月のね9日にね終わっちゃうんですけども、まあ、それにでもあってもちろんですけども「鬼滅の刃」エクストラライトとかあとは「鬼滅の刃」のフードとかあとですね鬼殺隊特別訓練ラリーとかあとは富士堂花の食事ところもね閉まっちゃいます。この「鬼滅イベント」に関してはですね、まあ、2021年にしたものともうほぼ同じ内容やったんですけどももうとりあえずねもうこれもですねめちゃくちゃ楽しいライドとかイベントになってるんでねぜひね今年のね春に行く方ですねもう最後の鬼滅ね噛み締めてください。でもまあ富士の花の食事どころがですね、まあ、終わっちゃったら、まあ、次ね、まあ、ユニバのね、まあ、レギュラーレストランのサイドとかになるんかなまた、うん、でもまあサイド復活してくれるのはちょっと嬉しいけどな。俺めっちゃサイド大好きやからさ和食が大好きやし。で次はですねユニバのかき割りスポットって言ってエントランスに入ってまっすぐ進んだ場所にあるね場所ですね。日本語おかしいな。まあでもそのエントランス入ってまっすぐ進んだ場所にですねなんとですねバックドラフトのね消防車がねあるんですよね。でこれなんですけども一応ですね5月の6日にですね展示がね終わっちゃいます。でこれね展示されてるだけじゃなくてなんとね一緒ですねこの消防車のね写真撮ることができるんですよね。でバックドラフトねまあ知ってる方は知ってると思うけどさまあ最近のクローズになったじゃないですか。でこれもね正直言ったらさいつラストライドか覚えてないんですよ、うん、だからね、まあ、サイレントクローズだったから多分この、ね、消防車がね展示されてると思うんですけども、まあ、これに関してですねおそらくですねもう5月の6日に終わっちゃったらもうほんまに二度とないと思うんですよ。だからこれがほんまにねもう最後のバックドラフトだと思うんですよね。だからねそれも含めてねぜひねこれね体験してください。マジでこれはもう悲しい。正直言ったらもうずっと展示してくれていいけどなここ今何もつかんかったな。はいじゃあね撮ってきました。でこれなんですけどもクルーカメラとゲストカメラでね撮ってくれてクルーカメラで撮ったものですねホットオポチュニティとして1500円でね買うことができるんですよね。でねもちろんね買ってきました。もう一生ないからなこれは。これちょっとオープンするわ。オープン。おおすげえめっちゃいいやん。バックドラフトって書いてるぜこれ。ちょっと俺のこのリボンのヒラヒラ風強いから邪魔やな。いやめっちゃいいやんこれ。でほらもう決め顔の大顔のマミちゃんもいるで。これすーげえなほんまに。あこれ紙になってるんや。あすごーめっちゃいい。バックドラフトって書いてるし。いい
な、めっちゃいいのしてくれたマジで。あとね、これね、買ったら QR コードが書かれたね、紙もらうんですね。でそこで QR コードからこのね、クルーカメラで撮った写真をですね、携帯にね、ダウンロードすることができるんですよね。ぜひ皆さんもこれね、体験してください。めっちゃいいやん、最高。なんか、スパイダーマン思い出すな、うん、これ見たら。いや、最高。で、次はですね、サンフランシスコエリアでやっている名探偵コナン、うん、ミステリーレストランです。で、このミステリーレストランに関してはですね、まあ、そもそもね、ユニバーサルクルージュパー2024のイベントのね、一つとして始まったんですよね。で、このクルージュパーに関してはですね、まあ、6月の30日までやっていて、まあ、疲労化に関してはですね、8月までやってるんですけども、このミステリーサルスね、他のね、イベントよりね、早く終わっちゃって、6月のね、7日にね、終わっちゃうんですよね。だからその影響ですね、6月以降ですね、体験することはできないんで、皆さんぜひね、体験してください。で、このミステリーサルスに関してはですね、まあ、終わった後にですね、7月の3日にですね、3時の貝付きレストランというね、まあ、夏イベントにね、変わるんですよね。まあ、その影響でね、まあ、早くね、終わっちゃうんですけどね、このミステリーサルスですね、めちゃくちゃ楽しくて、今年はですね、まあ、平時とカズハと、カズハ、イントロネーション大丈夫まあ大丈夫かな。あとね、モミジがね、登場するんですよ。で、このね、モミジに関してはですね、初登場なんですよね、ミステリーレス。うん、だから余計ね、体験してほしいです。あと、ミステリーレスに関してはですね、結構ね、まあ、チケットもですね、まあ、当日券販売することが多いんですよね。だからチケットもだいぶと買いやすいんですよ。うん。だからその分ね、もう体験しやすい部分もあるから体験してほしいですわ。今日ちょっと日本語変やな俺。あとさ、俺さ、名探偵コナンのことさ、たまにね、滑舌が悪すぎて名探偵コナンって言ってる可能性があると思うので、そこでね、ご了承ください。わざと間違えてるわけじゃないですよ、ほんまにもう口の問題です。何で名探偵コナンって。次にね、やらないと後悔することはですね、まあ、ジュラシックパークエリアですね、ディスカバリーレストランっていうレストランがあるんですよ。で、ここはですね、毎年ワンピースとコラボしたら、ワンピースのコラボレーションになってるんですよね。で、ここにあるね、メニューね、食べなくなるんですよ、レギュラーメニューね。うん、だからね、まあ、7月3日にですね、ワンピースコラボが発表してて、まあ、今の時点では発表されてないけどね、おそらくね、てかほぼ 100% の確率でここね、コラボレストランになる可能性が高いんですよね。だからこのね、ディスカベリーレストランもですね、ぜひね、メニューね、好きなのがある方でね、食べてください。で、次はですね、これもね、ちょっとえげつない衝撃を受けたけどさ、あのアミティビレッジであるジョーズグッズ専門店のね、アミティアイランドギフトがですね、これはですね、5月の6日にね、閉まっちゃいます。これちょっと衝撃やな、だってめっちゃ昔からあんもん。なんで急にここ閉まるんかなと思ったもんな。それこそさ、まあね、結構ネットでですね、まあ、ジョーズがなくなるんちゃうかとか言われてるけどさ、まあ、それは正直わかんないですけどまあでも、まあ今のところなくなることはないんだよと俺はちょっと願いたいけどさ、いやでもまさかアミティアイランドゲートがなくなるのは、もうこれもうユニバね、普段行かない人からしたので、まあ、1ショップがなくなるってだけ思うんですけども、もうユニバファンからしたらめっちゃ衝撃なんですよね。だからこれもね、ぜひね、まあ、装飾とかもすごいからぜひね、これ見てほしいですわ。いやまさかこの装飾とかもワンチャンなくなるのかな。いや残してほしいけどな、これ。いやこことかもなくなるのかな。いや装飾とかもめっちゃ好きやったんやけどな。ジョーズグッズに関してはパークのね、別の場所で多分売ると思うんですけども、いやこのやっぱね、俺的なこの装飾とかがなくなるのかめちゃくちゃ悲しいわ。で、なんかさ、一噂ではですね、ここのね、まあ、アミティアイランドギフトですね、アミティランニングレストランっていうね、まあ、ジョーズのレストランがね、隣接してるんですよ。それからね、席数を増やすんじゃないかって言われてるんですよね。まあ、それやったらまだね、ジョーズがなくならないって安心感はあるんですけども、うん、でね、ここのね、1階もですね、今見えてるんですけども、ここもね、まあ、以前にちょっとね、まあ、改装工事して、まあ、席数増やしたんですよ。だからそれが拡張するだけじゃないかって言われてるんですよね。でも確かに今の日はさ、もうレストランとかもどこも激混みで、もう満席とかも余裕であるんですよね。だからそれやったらちょっと納得いこうかな。うん、でもそれでもね、やっぱり装飾とかは消えないでほしいな。残してほしい、それは。まあ、グッズは別の場所で売るって、まあ、分かってるからさ、あれけど。で、次はですね、これね、まあ、俺的にはただただね、なんでって思ったやつがあるんですが、このハリウッドエリアでですね、ユニバーサルスタジオセリフといってね、まあ、ユニバグッズ専門店があるんですよね。まあ、もちろん全部ユニバグッズ専門店がじゃなくて、まあ、ユニバーサルスタジオの、まあ、映画グッズがめちゃくちゃ売ってる
ね、専門店がないんですよ。で、特に僕ですね、ジョーズとか、ジュラシック関係とか、あとは ET とかのグッズもね、売ってるんですよね。で、それだけじゃなくて、ここにはですね、ユニバーサルモンスターのね、グッズもね、売ってるんですよ。で、ここにもですね、5月の20日に、一時クローズになります。で、これに関してはですね、まあ、なくなるっていうかは、一時クローズなんですよね。だから、でもね、なんか、過去の経験上、まあ、バックドラフトとか、あとはターミネーター2のアトラクションもね、まあ、一時クローズで、それはもうね、サイレンスクローズになっちゃったからさ、まあ、正直でまだ分かんない状態なんですけど、だからもう一応ね、これもですね、もうなくなるっていう気持ちでね、もうね、最後に見納めるのもありかなと思いますわ。ここに関してはなんでかな、だって別にレストランとか関係ないじゃないですか。でも、ここもなくなるのめっちゃ寂しいな。ET グッズとかどこ行くやろな、スタジオスターとか入り口に行くんかな。いやでもこれここそこさ、なんかユニバーサルスタジオ関係のほんまに映画のグッズが見ててるからさ、寂しいな。あとね、ジュラシックワールドのね、映画の映像とかね、そういうね、まあユニバーサルスタジオの映画関連のね、映像もね、流れてるんですよ。まあ、ユニモングッズとかもね、まあ結構人気やけど、まあここもまあ別の店舗に行くんかな、グッズに関したら。一時クローズやからね、また復活する可能性あるから、ここは。で、次はですね、まあ、これもね、ハリウッドエリアにあるんですけどもね、ピーナッツコーナーストアもですね、これも5月19日にクローズになっちゃいます。いや、このね、ピーナッツコーナーストアに関してはさ、今スヌーピーのグッズは売ってないはもちろんですけども、もう転送とかもめちゃくちゃ可愛いよね。それこそさ、もう漫画版のね、まあ、ピーナッツのね、まあ、イラストとかも描いてるやつなんですよね。これもね、なくなるのめちゃくちゃ寂しい。まあ、ショップでグッズが買えなくなるっていうよりかは、やっぱもうその内装が見れなくなるのがめっちゃ寂しいよな。ちょっとこれもちょっと見納めてきますわ。ちょっと見納めるってまだ時間あるけど。いや、ここがなくなるのか、ちょっとほんまに衝撃やな。いや、まさかここ見なくなる理由とかもないと思ったけどな。いやー、このね、空間がめっちゃ好きなよね。めっちゃ良くない？ほんまに。いや、俺このイラストとかめっちゃ好きなんよね。いや、なんかスヌーピーの漫画ってさ、マジでさ、いいことめっちゃ書いてるんですよ。哲学っていうか、めっちゃいいこと書いてるんですよね。めっちゃいいこと書いてるってあれやけど、いや、これもほんまにね、見納めとかないと。いや、まあ、次何に使われるかによってこれがね、残るか残らないか決まるけどさ。いや、ほんまに、いなくなるの嫌やな、ほんまに。普通に嫌やな。普通にちょっと嫌やな、これなくなるの。あ、これも可愛かったな。で、俺さ、ピーナッツの漫画でね、特に好きなセリフがあってさ、それがね、なんか安心っていうのは車の後部座席で眠ることってね、言ってたんですよね。で、もう確かに、まあ、子供の時はですね、まあ、後部座席で、まあ、ゆっくり寝てるともね、目的地にしてたんですけども、大人になったら逆にね、運転する立場になって誰かをね、安心させる場になるっていうのがあって、あー、めっちゃ響くなと思って。それでね、まあ、その原作のこのピーナッツのね、まあ、イラストとかも描いてるこのピーナッツコーナーさんが亡くなるのはめっちゃ寂しい、これも。いや、何に使われるかによるけどね、これはほんまに。で、それと同じくね、この隣にあるキャラクターズ 4U っていって、まあ、セサミストリートのグッズ専門店もね、なくなります。で、これも衝撃やな。で、これね、ピーナッツコーナースターと同じ日にね、閉まっちゃうんですよね。これに関してはですね、ユニバーサルスタジオセレクトと違って、一時クローズじゃなくて完全クローズやからね、もう二度とね、戻ってこないからね。いや、これも寂しいな。この外観からめっちゃ好きやったんよ。で、これ中入ったらすごない？もう旗を持ってるエルモがいるんですよね。いやー、ここの空間とかめっちゃ好きやしね、音楽もめっちゃ好きなのね、俺。ここもなくなるのか。なくなるってもう急に言われるからな、ほんまに。ここのなんかさ、壁の装飾とかもなくなるのかな、このビッグバードとかアビーちゃんとかさ。まあ、でも可能性あるか、なくなる可能性。クッキーモンスターとかのやつもなくなるのかな。いやー、これは寂しいな、めっちゃ。いやー、ここも十分ね、見納めておかないと、5月の19日までに。いや、マジでこんなに一気にクローズ発表される？マジでかなり衝撃やねんけど。俺が一番好きなのはここなんですよね。ここのスクリーンにね、セサミの仲間たちがね、出てるんですよね。いや、これもなくなるのか。俺これめっちゃ好きなやつや。
いやめっちゃいいな、面白い。やっぱこれこれもね、なんか噂ではですね、ここのねピーナッツコーナーストアとあとはこのセスミスリートストアではですね、このビバリーヒルズブランデリーとつながってるんですよね。でその席数を増やすためにですね、まあ、ここのねショップだけの目に投げておられてるんですよ。いやでもそうなったらさ、ビバリーヒルとさこのセサミとピーナッツのことさ、もう世界観全く違うじゃないですか。それこそさ、この2つの装飾は完全なくなる可能性あるよな。その分ぜひ、ね、見てほしいわ。しかもユニバのショップの中でもね、この2つのショップで、ね、装飾もめちゃくちゃ豪華なんですよね。すごくて、うん、だから余計ね皆さん目に焼き付けください。もうなんかスパイダーマンがクローズするぐらいの衝撃だけど、正直で今回のクローズ情報は。はい、じゃあ今日ですね、ユニバで今公開しないと春になることを紹介してきました。逆やな。ユニバで体験しないとね後悔することをね紹介してきました。でまあそんなこんなで、まあ、これからもねユニバにはいろんなね変化があると思うんですよね。でまた変化があり次第ねすぐにね紹介するのでぜひね待ってください。以上、変化見つけたいの豆ちゃんでした。何やねんそれ、相変わらず。はい、じゃあこれからもねいろんなね楽しい動画をお届けするのでぜひねチャンネル登録、グッドボタン、そして通知ボタンお願いします。じゃあバーイ。